イギリス国内で初めてオミクロン株に感染した人のジョンソン首相はオミクロン株による感染で少なくとも1人の死亡を確認したことを明らかにしましたロンドンのワクチン接種センターを訪問した際の発言でオミクロン株での感染は入院に至ることもある。 症状は軽いと考えるのはやめたほうがいいとブースターワクチンの接種を呼びかけました。